皆さんこんにちは。太陽株式会社の関谷でございます。本日は大変お忙しい中お集まりいただき本当にありがとうございます。7月1日の新会社設立から7ヶ月が経ちました。4月1日バイオが独立して初めてゼロから開発製造したモデルを今日皆さんにようやくお披露目することになります。新製品発表に入る前に私から少しだけお話をさせていただきたいと思います。2014年4月1日バイオは自由だ変えようという宣言からスタートしました。240人の全社員一人一人が固定概念を拭い去り本質プラスアルファのものづくりを目指してきました。設立後まず私たちが始めたのが製品の品質ですとか最後のフィニッシュに自分たちで責任を持つために始めたのがここにある安曇野フィニッシュでした。それは全てのバイオを長野県安曇野で一台一台ずつ仕上げお客様の仕様にカスタマイズし品質チェックをする徹底した取り組みです。そして本日ご披露する新製品は設立会見でもお話ししましたが商品企画から設計、製造、品質保証、いやいや関節部門に至るまでいろんな人が参加して全員で作り上げる最初から参加する上流設計プロセスで作り上げたメイドイン安曇野の一台です。また私たちはものづくりの常識を家庭から変えようという挑戦もしております。それはメーカー側が一方的に物を作るのではなくユーザーと一緒に物を作っていくという意味で競争という考え方で始めています。具体的には14年10月にまだ開発段階にあるバイオプロトタイプタブレット PC を一般の皆様にご公開し漫画家さんやカメラマンさんやこういったまたクリエイターの皆さんと一緒に実際に使っていただいてそれでそのフィードバックをいただきながら仕上げていくという、まあ、ちょっとありえないストーリーを展開してまいりました。そうやって開発を進めてまいりました。これからもバイオは顧客視点ではなくもっと一人一人のお客様に目を向ける顧客視点、違った顧客視点でお客様、ユーザーの皆様が本当に必要な製品作りに邁進してまいりたいというふうに切に思っております。ところでものづくりの他にも独立したバイオが大きく変わったといえるところがあります。それは他社との積極的なコラボレーションや協業についてです。一つ目は国際放送機器店インタービー2014年のキヤノン株式会社様とのコラボレーションです。詳細については皆さんご存知のようにバイオドットコムにも載せておりますので割愛させていただきますけれども簡単にもしこのイベントではキヤノンさんのカメラで撮影した映画レベルの 4K ロー、その映像をバイオのプロトタイプタブレット PC でリアルタイムで現像しながら再生するというデモンストレーションを行いました。キヤノンさんのブースにバイオが並ぶ、今後もこういったコラボレーションを積極的に進めてまいりたいというふうに思っています。2つ目は
日本通信株式会社様とのスマートフォンに関する協業です。詳しくは後日日本通信様から正式発表がございますので、それまでお待ちいただきたいと思いますけれども、バイオとしてはこの事業に参加する意義を今年から始まるシムロック解除の入荷が始まりますが、この市場に一石を投じる新しい形のスマートフォンビジネスと通信の在り方の挑戦だというふうに位置づけております。これらは自由だ変えようというバイオの決意が決してパーソナルコンピューターに限ったことではないといった一例であります。我々はチャレンジャーとして新会社設立からいろいろなたくさんのことを変えてまいりました。しかし言葉だけでなく、新生バイオの自由と常識を変えよう、固定概念を拭い去ろうという意思はやはり製品そのものでこそ感じていただきたいというふうに思っております。そういう意味において我々の力で作り上げた新製品を発表できる今日こそが本当のスタートだと思っております。私たちは自分たち自身に問いかけたいと、問い続けたいというふうに思います。自由であるか独創的であるかということを、そして私たちの考え方に共感いただける皆さんとともに、パーソナルコンピューターのみならずさまざまな分野でチャレンジをしていきたいというふうに考えております。さて今日から始まる新しいバイオの物語にぜひご期待をいただきたいというふうに思います。私の話は長くなってもしょうがないんですが、本日の主役は製品でございますので、それではお待たせいたしました。ここから新製品発表に移らさせていただきます。本日はそのイントロとして一本のムービーをご用意いたしましたので、まずはそちらをご覧いただければと思います。お待たせしました。みんなでゼロから作り上げたバイオ Z でございます。プロデューサーの伊藤からこのバイオジェットについてご説明をさせていただきます。どうもありがとうございました。